リパチ。じゃあここからは、発表させていただきましたグリパチの千葉リオ30のグリパチオリジナルの専用アイテムと専用ハイパーバターを実際のアプリの映像を交えながらご紹介していきたいと思います。はい、はい、それではお願いいたします。はい、ということでこちらは強チェリー成立券になります。使用すると強チェリーが必ず出現、ボーナスチャンスを強制、ボーナスのチャンスを強制できるドキドキのアイテムとなっていますよね。いいですね、はい、やっぱ千葉リオといったらチェリーなんで、うん、しかも強チェリーですよね。もうこれはねあって嬉しい券間違いないです。はいはい、はい、じゃあね続いてのアイテムを紹介してまいりましょう。お願いします。はい、ということでね、見ていただいた通り1ゲーム連当選券でございます。はい、はい、こちらはねボーナス中に使用できるアイテムになっていて、使用すれば右リールリール右側のアンチャンランプが点灯して、こんな風にうん、シャキーンとまた花傘が光ってくれるようなアイテムになっております ね、はい、はい、ですね。あんちゃんやっぱ会えない時なかなか会えないんですけど、これ使えばもう会えちゃいますから。しかも大好き数流れるんですよね。そうなんですよね。はい、聞きたいんでぜひぜひ聞いてください。はい、では続いてのアイテムです。お願いします。はい、こちらはね今けたたましい音が鳴っていたんじゃないかなと思うんですけどもはい、こちらはパトランプ点灯高確率カウンター券になります。使用すると最大20ゲームのカウンターが出現、今残り 5ゲームってなっていたかですね。こちらのカウント時にはパトランプ点灯を5分の1で抽選するとのことです。はい、でラストの1回は必ずパトランプ点灯が発生する保証がついている、なんともまあすごいすごいすごいアイテムにすごいすごい、はい、なってるんですけども、パトランプ見たさに言ってるっていう、はい、あ、千葉リオねプレイするのもやっぱり大事だと思うので、パトランプモードの資産にもなってますからね、はい、パトランプが点灯したら、うんうん、なのでぜひとも体験してみてください。はい、チナンチェリーが素晴らしい神々しいです。見たい、綺麗、はい、いいですね。はい、その他にも千葉リオ30の専用アイテムあるそうなので、こちらはガチャページで詳細をチェックしてみてください。はい、